地元で活躍する人を紹介する地元人。今日の地元人は横浜市青葉区でコーラスグループを主催する声楽家の酒井陽子さんです。毎週金曜日、酒井さんは自宅にある専用のスタジオで自身のコーラスグループ混声青葉の指導を行っています。現在メンバーは30人ほど。4月に行われるシニア合唱祭に向けて練習を重ねています。一人一人がちゃんと歌えるようにしたいっていうのが私のモットーなんです。歌えない人はいないので、歌ってこなかったから歌えなかったっていうことだけなのでね。泣かぬなら泣かしてみよう、ホトトギスの気持ちで頑張ってます。酒井さんが青葉区でファミリーコーラスのグループを始めたのは30年以上前のこと。以来ずっとロビンコンサートやシニアのためのステージの主催など、歌を通し人生を豊かにするための活動を続けてきました。みんなこの場は自分の場だっていう、自己発散の場であり表現の場であり、それで大事な場所なんだなってことを考えますね。やっぱりみんなで作っていくものだから、しかももうみんなそれなりの年を経て今ここで同じ楽しみを作るんだったら精一杯のことやった方がいいかなと思いますね、本番まであと一月、指導にも熱が入ります。逆に LINE から酒井さんへステージでの演出について意見する姿も。指導者とメンバーが対等な関係性で一緒にコーラスを楽しむのが混声青葉のスタイルです。酒井先生、音楽、歌、合唱一筋でいらっしゃったので、すごくそれを愛してるっていうことがもうひしひし感じるんですね。いいものを作りたいっていうのがありますので、その情熱がある限り私たちも伴走していきたいと思います。はい、合唱をやるということは夢にも思ってなかったですね。カラオケとかではやってましたが、合唱でやるということはやってなかったので、非常に他のパートと声を合わせるというハーモニーの素晴らしさというか、そういうことは実感しております。歌えるって幸せですよ。で、みんなが歌えるチャンスさえあれば、チャンスに恵まれない方はどうぞいらしてくださいですけどね。